東京羽村市でちょっと変わった通学路が登場です。今まで子どもたちはこのように墓地の前を遠回りするルートで登校していましたが、こちらの動物公園が園内を通学路に開放したため、動物園の中を通って登校できるようになりました。元気な声で子どもたち入ってきました。そしてお出迎えのヤギとラマ、興味津々の子どもたち、朝からちょっと興奮気味ですかね。羽村市立小林小学校では、これまでの通学路が墓地や駐車場の脇で人気がなく危ないことから、羽村市動物公園を通学路として利用することにしました。すんげー面白いです。他の学校はあんまりそういうことがないから、なんか得するような感じがある。通学時間の短縮や安全性に加え、子どもの情操教育にも役立つと保護者に評判は上々だということです。中には動物に夢中になり、登校時間を忘れてしまっているかのような子どもの姿も見られました。